ホリプロ保育園では子育てに役に立つグッズやサービスをご紹介しています。日経トレンディのイクメン記者森森さんです。よろしくお願いします。子育ていかがですか？なんとかやってます。下の子がでもついにいやいやって。あれまだ1歳ですよね。早いんですよ。いやいや期突入、突入しちゃいました。朝ね、こうご飯あげようとしてもプイってして、でお母さんがあげるとパコッです。それは本当にイヤイヤ期だった。でもこうね、お母さん、はい、お母さんじゃなきゃダメな時期って あると思う。下の子でもあった、上の子でもあったんですよ。特に女の子はなんかそんな時期があるって言いますもんね。はい、そんなイクメンパパとお届けしたいと思います。さあ今日ご紹介してくださるのは何でしょうか？はい、はい、シャープから発売されましたヘルシオホットクックという調理家電になります。ヘルシオって言ったら電子レンジ有名ですよね。そうですね、加熱水蒸気っていうのでこう料理を作るという、まあ、電子レンジというかオーブンというか、はい、そういうものなんですけれども、まあ、そのブランドの新しい商品、今度は鍋、はい、電気無水鍋というものです。電気無水鍋まあ無水鍋って、はい、普通に火にかける鍋で、はい、水を入れなくても調理ができる、まあ、逆に言うと水を使わないで調理する鍋っていうのが、まあ、結構今売れてるんですよね。具材自体から水分が出て、特に野菜から水気が出るので、うんうん、栄養価もあんまり逃がさずに作れるっていうことですごい人気なんですよね。まあ、今までは火にかける無水鍋っていうのね、はい、出てたと思うんですけど、電気バージョン、はい、火を使わずにここにコードがありますけど、はい、これ刺せばじゃあ刺せばもうあと具材を入れて、あとはまあほっとくだけみたいな、ほったらかし家電ですね。ほったらかし家電です。じゃあ我々も早速作ってみますか、はい、せっかくなんで無水のものがいいですよね。そうですね、水入れずにどうやってできるのか見たいですね。ここにあるチキンと野菜のカレーかっこ無水カレーバージョン、はい、作りますか。じゃあカレーを作ってみたいと思います。もうこれが材料、まあ、あとご飯は別としてこれで材料全部ですね。もうこれを入れるだけでカレーができちゃう、まあ、トマト、まずトマトですね、3個、はい、今日は4人分のカレーを作りたいと思います。角切りにしたトマト3個 450g 入りました。そして玉ねぎ2個 400g、はい、みじん切りが入ります。これは順番はあるんですか、入れる順番っていうのは。基本的に中で混ぜてくれるので、はい、そんなに気にしなくていいと思うんですね。あ、なるほど、はい、ほうほうほう。で次にセロリ、はい、セロリこれは1本分、はい、100g、 鶏のケバ、これも入れちゃうんですか。はい、こちらはだいたい1本 60g のものを8本ぐらいですかね、入れていきます。にんにく、生姜、みじん切り、適量で。ちょっとごめんなさい、手で失礼します、ね、あ、入れるの？はい、入れるんですよね。あとは、閉じて、はい、で、ここにメニュー、自動メニューっていうところですね。ほう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 。で、まあ、これちゃんとメニュー表に書いてあるので、はい、今回は1-14というモードを使って、はい、で、これでもうスタート。はい、また勝手にほっとけばいいんですか。ほっとけばいい。65分って出てますね、完成。はあ、すごい。これ予約とかできるんですか。予約ボタンが。予約できますね。時間の予約ができるんで、例えばもうちょっと朝頑張って、はい、朝ごはんと、まあ、夕ごはんのなんかもう一品、はい、仕込んどいて、これに入れといて、夜帰ってきたら、はい、もうできてるみたいな。はあ、これはすごい。いろんなね、今ほったらかし家電で出てきてて、まあ、楽にね作れるっていうのはありますけど、はい、予約ができるってポイントですね。いいですよね。へえ、すごい。じゃあちょっと出来上がりを楽しみに、はい、65分、はい、待ってみたいと思います、
ピーピーと音がしまして、はい、出来上がったようです。出来上がったようです。開けてみますか。はい。いいですか。まあ、いい香りがすでにしますよ。もうね、すごいいい香りが。すごい。こんなに水が出るの？完全にあれですよ、放置してましたよね。ほったらかしでしたよね。本当にほったらかしだった。すごい。できてますね。うわー、ちょっとこれじゃあ食べてみましょうかね。ね。おお、あれあれ、重い。あ、柔らかそうな感じ。本当だ。すごい。まあ、でもお箸で持っただけでもね、崩れちゃうぐらい。でも見るからにね、柔らかいんで、ちょっと先に鶏肉いっちゃっていいですか。骨付きなんですけど、スプーンで取れちゃいます。ホロホロって肉が。じゃあいただきます。はい。どう？うん。ホロホロ。ほう。あ、美味しい。ちゃんとカレーも。うんうん。カレーですよ。カレーですよこれ。いやー、うん、これ材料を入れただけですもんね。そうです、そうです。味はどうですか。なかなかこう野菜の、結構ね、野菜の風味が、うん、まあ、セロリが入ってるからですかね、うんうん、でもね、美味しい。これぐらいだったらね、ご飯料理あんまりしない旦那さんもね、うん、ホイホイって入れてピッてするだけなんで。しかもこういう最新家電だったら旦那さんも喜んでやってくれそうじゃないですか、うん、そうか、ね、しかもこう無水で栄養がね、ギュッとこう詰まってるっていうのもいいですよね。決してその手抜きをしてるわけでなく、手抜きではないですよね。そう、ちゃんと調理してますからね。ねえ、栄養的にもほとんどの部分を機械がやってくれてるだけですから。予約ができるっていうのも大きいし、温め直しとかの機能もあるんですね。そうですね。いやー、出ましたね。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 ちょっとだけその気になる点といえば、うん、まあ、置き場所ぐらいですかね。なるほど。うん、キッチンのこうカウンターとかってこう炊飯器があったりとか、うんうんうん、またオーブンがあったりとか、トースターがあったりとか、まあ、いろいろ機械があるんで。まあ、その辺ちょっとうまく整理しないと、うんうん、ね、うまく整理して置き場所を見つけてっていうことですけどね。いや、でも何かに置き換える候補にはなるかなっていう。いやー、すごい、うん、ヘルシーはすごい面白いですね。面白いですね。いやいやいや、最新家電、今回お試しということで、はい、シャープさんから発売されているヘルシオホットクックをお試ししました。モリモリ記者、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンからご覧の方はこちら、そしてスマートフォン、タブレットからご覧の方はこちらの下からチャンネル登録をしてくださいね。ぜひまた見てください。